戻りました？お、戻ったよかったよかった。復活でーす復活でーす。久しぶりにループ芸を披露しました。やっぱね、見せとかないと、出せるもんはね、出せるもんは出しとかないと。お得意ですから、私の時計は。時計じゃないわ、曲に引っ張られすぎた、携帯。時計はミスですじゃあ、さっきリクエストでいただいた強がり時計を歌いたいと思います。いくぜ、強がり時計です。松公園、先輩の公園に憧れてやっちゃいました公園だっけ。先輩に憧れてやっちゃいました公園か年末公園っていつも呼ぶからさ、本名忘れちゃう。うわ、確かに10期ゼロポジョン、リカちゃん思い出した。確かにそっちもあるわ、あのもらい事故ねあれも思い出よ、思い出思い出、もう全部思い出。何があろうと全部、あ、チーム公演に憧れてやっちゃいました公演か全然違うやん。あ、でもかすって終えるか。最後何の曲にしよっかな。最後はね、さっきポロッと見つけたやつにしようかな。さっきチラッと見つけて、あ、いいじゃんって思ったやつにしよっかな。ということでラスト歌いたいと思います。それでは最後は永遠プレッシャーでーす。途中の音が切れたことは何もなく何もなく何事もなかったように進んじゃった。あ、なんか落ちた、なんか落ちた。ちょっとじわっちゃった途中で一人でなんかの不具合でなんだけど、曲がね、ずっとこの曲好きよね。好き好き。なんかさ、好きな曲に理由ってあんまないよね。直感だからさ、曲って基本好きな曲好きなんだよね。プレッシャー、曲調が好きなんかね、振り付けが好きなんか、衣装が好きなんか。そう、しれっと歌い出した素早いリカバリーね、何事もなかったように進んでいきましたが、しれっと1番と2番で曲切れがありました不具合で。まあ、たまにはね、そういうこともありますよね。インスピレーション、頭の中でピンときたんだ。インスピレーション、初めて目と目が、初めて目と目があった瞬間、空の青さ説明する、あなたたち大人が嫌い、バカみたいに当たり前に。ごめん、歌詞全然違うかも空の青さの化け物めっちゃいいですよね、大好きです。信号待ち、めっちゃ好きかもな。照明も含めてそこら辺好き。いや、全部好きですけどね。目と目で通じ合う、ということで本日はこの辺でショールームは終わりたいと思います。じゃあスクショタイムして終わろうと思います。ちょっと今日はいい感じの髪の毛をしてるので、髪の毛をアピりたいと思います。じゃーん、アシカポーズも入れとこ。これシカポーズこれと、お、明けおめ開運今日、本日は今日締めということになりました。
伸びしろですね伸びしろですね。てな感じで本日は終了したいと思います。お、何締め何締め、中吉中吉でした。ちょっと上がりました今日は今日が今日は今日は今日が2回と大吉1回かな。あとは様々様々ですね。そう、なかなかこの髪型しないんですけど、どうですか、お似合いですかということで今日はこの辺で終わりたいと思います。みんな明日からも仕事頑張ろうね。みきも明日から仕事頑張るよ。いや、明日からじゃないか、今日からか、今日から今月の第2週か第3週までお休みなく続くので一緒に頑張ろうねん。おやすみねん。明日も一緒に頑張ろうな。明日はエスコインだよね、確か。エスコイン行く方は楽しんできてください。次の日は K2 公演で、次の日は We Are でございます。2日連続公演出ますそう、昨日は朝まで手紙読みすぎてちょっと今日眠かったから、今日は早寝する今日早寝するということで、また会いましょうね。ちょっと次のショールームいつなるか分かんないけど、明日は壁車も新しく出るので、それもお楽しみに。ということで、またね、おやすみ、おやすみ、おやすみ。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、バイビー。